ウブラジー。初めての体験メールをご紹介します。東京都世田谷区ラジオネームサブラーブラさん。サブラーブラ大橋さんの名言じゃないですか。そうや、 YouTube でやってた ね名言や、うん。先日クラス替えをしたのですが、はい、人生で初めて一番後ろの席になりました。おー、小学生の頃から席替えをしてもずっと一番後ろの席だけにはなれなかったのですが、うん、高校2年生にしてやっとなることができました、うん。教室の後ろから授業を受けているクラスメートを見るのは最高です、うん。しかし一番後ろの席の人は授業プリントを回収したりするため少し面倒くさいなと感じます。はいはい。なにわ男子の皆さんは学生時代どこの席が一番好きでしたか？ああ、なるほど、なるほどね。まあ、確かに一番後ろの席になるとなんかちょっと特別感みたいなものが、確かにね、あるよね。ありますね、それはあるし、今確かに思い出したけど、うん、あの後ろの席の人ってプリントを前に持っていかなあかんかったよな。そうや、後ろ前からこう後ろバーって持ってる、そうそう、後ろに集めてくれみたいな先生が言ってね、持っていくみたいな、やったなー。うわー、もう学生を忘れてるもんもうだって10年前やからね、言ったら。僕は27で今、あ、そっか、そう、18がラストやから。お、ほんまや、もうほぼ10年前。そりゃ忘れるよね、10年か。どうですか、なんかこの席。俺はね、あの、その前にさ、ドアがあったの。教室の。ああ、そういうこと？そう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 。その、窓側の反対側にある、ドアじゃなくて。じゃなくて。黒板側にあったってこと？そう、黒板の隣にあって、2個ドアが、うんうん。教室があったとしたら、教室のその黒板の裏側に廊下があるみたいな。そういうことか。そうそう、あの、あれ、南館。そうなんです、あの、時期は被ってなかったんやけど、あの、ミッチーと、私、あの、高校の母校が一緒でして、そうか、南館か。南館の、南館行ったことないから。あ、そうだね。そうそうそう。そう、南館やって、うん、俺、まあ、2列目のその壁際やってんやんか。うん。だから、窓とかもなかったの。壁ない。壁やって、うん、そこに持たれながら授業を受けたりとか。あ、なるほど、ね。だから、そう、こう、イメージしてるような、教室ではないってこと、ね、じゃあ、そう。じゃなかったから。うん。なんかそれはすごい楽でしたよ。あ、壁際が好きやったんや。そうそう、壁際が好きやった。で、窓側好きとかはあるけど、壁際好きやったもんな。壁際が好きやった。僕はだから窓側好きでした。窓側の、憧れ歩くない？窓側って。ああ、確かに。なんか大体のこう、少女漫画の、お相手役いるじゃないですか。はい、主人公、ヒロインのお相手役の人で、大体窓際のイメージなのよ。窓際一番後ろで黄昏れてるイメージ。ああ、確かに確かに。憧れてるよね。憧れてるよ。やっぱり絶対全男子一回通ると思う。うん。窓側でこうやって。そうそうそう。で、なんか風でカーテンがなびいてさ。うん。こう横顔が見えて。うん。ドキッとするシーンがあるの。あるあるある。そうそう。憧れたもん。憧れた。うん。憧れるよ、そら。一回もなんもなかったよ。窓際なだけ、うん、夏は暑いしみたいな。暑い、そう、暑いねんな。でもまあ、そのね、初めてこう一番席が後ろになった、それからのこう席替えまでのね、そう時間を楽しんでください。はい、それでは参りましょう。なにわ男子の、なにわ男子のブラジー。はじめまして、こんばんは、なにわ男子の西畑大吾です。はじめまして、こんばんは、道枝俊介です。いつまでもウブな気持ちを大切にあなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のウブラジ始まりました。はい。今夜はラジオでのおしゃべりはヘニャヘニャだけど、ライブになるとキリッとなる道枝。何それ。ラジオ中はかっこいいことを全然言わないけど、ライブになるとかっこいいじゃん。ラジオ中と、ステージに立っている時のギャップが魅力的な、二人でお送りしたいと思います。 ありがとうございます。ラジオのおしゃべりにヘニョヘニョ言われてますけど。ヘニョヘニョか、俺。ヘニョヘニョやねんって。ヘニョヘニョなんや、うん、まあヘニョヘニョになるな。うん。でもあのこれですよ、ラジオ中はかっこいいこと全然言わないけど、ライブになるとかっこいい。いやいや、どうですか、ラジオ中でかっこいいこと言わんやろ。言わんな。いや、言わないでしょ。え、まあもちろん我々アイドルですから、はい、やっぱこの声を通してやっぱりこうファンの皆さんに喜んでもらいたいですけど、うんうん、かっこいいことは確かにラジオ中には言ってないかもね。そう、確かにね。わざわざ言わへんもんな、かっこいいこと。だってみんなのことを愛してるよとかさ。いきなり言わへん。言わないじゃないですか、いきなり。いきなり。それはライブ中は言いますよ。もうそういう場所ですし。そう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 。ラジオでは言わない。
まあまあそんなギャップがあると、そのギャップがある2人でお送りしていきたいと思います。はい、このだからお引っ越ししてから我々が始めましてということですよね。あ、そうなんや。24時代になってから始めましてでございますけど、始めまして、始めまして、こんな2人でやっていきたいと思います。はい、さてですね、先日東京ドームでのライブイベント We Are Let's Get The Party Start が開催されました。はい、13組702人が参加しまして、我々なにわ男子もステージに出させていただきました。はい、どうでした？楽しかったですね。うん、なんかこう、割と久しぶりというか、じゃないですか、東京ドームで全員集まって、なんていうの、ライブするっていうのが、うん、そうね、カウコンのその前日にあった、フェスの時、うん、ぶりだったんで、そうね、なんかすごい久しぶりな感じがして、ワクワクしましたし、改めて、僕たちの事務所のね、うん、エンターテイメントっていうんですか、うん、はすごいいいなっていうのは思いましたね、改めて。そうね、見に来てくださった皆さんもすごくこう素敵なこう歓声であったりとか、うん、笑顔をこう見せてくださいましたので、うん、すごく楽しかったし、楽しかったです。なんかやっぱりこうコラボとかもあったやんか。ありましたね、グループごとにコラボとかもあったりしたので、そういうのも楽しませていただきながら。そう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 、どうやったこのステージの裏、まあ、やっぱりいっぱい先輩もいらっしゃるしさ、うん、どういるその、先輩方がいっぱいいらっしゃるところをどう生きてる？どう生きてる？聞きたい聞きたい。何それ？聞きたいのよ。後で俺言うけど、どう生きてる？いや、俺は別に普通何も。普通？そんな考えずに。あんまり自分のライブの時みたいな感覚？みたいなその感じで、もちろんちゃんと挨拶はね、うん、するけど、別にそんな、その取り繕ってこう、やるみたいな感じはないですけどね。ああ、素晴らしい。西畑は取り繕ってます。もう、取り繕って。アイアンマンぐらいのスーツ着てますよ。取りすぎ。緊張しちゃうんよ。ああ、それは確かに。緊張しちゃうし、僕はやっぱ人見知りなんやなと思う。うん。だからやっぱ先輩、まあもちろんご挨拶はさせていただくけど、それ以上なんもない。あ、俺もやねん。そうやねん。あ、ほんま？そう、そうやねん。俺もやねん。よかった。なんていうの、コージくんとかさ。うん。小瀧くんとかその、ウエストさんとかさ、うん、なんていうんやろ、関西ジュニアの時にこう一緒にやってたメンバーとか交流ある人とかは話せるけど、うん、俺山田くんとそんなめっちゃ喋る、ああ、そうか、憧れの先輩であるヘセジャンプの、あのケータリングルームで二人きりになったの。うわ、もう運命や。そう、すごい、あの行ったら偶然山田くんがいらっしゃって、うんうん、お、山田くんおると思って、うん、ちょっと嬉しさ反面緊張が一気に来て、うん、やばい、これどうしようかなと思って、うん、なんかわざわざさ、山田くんの前に座るの。まあ、そうやな。そうやね。何列かあったもんね。そう。ケータリングの。ケータリングの食べるスペースがね。テーブルが何個もあって、うん、空いてたの、うん。で、山田くんが真ん中にいたの。うん、俺、それ、わざわざ山田くんの前に座るのもなと思って、うん。で、どうしようかなと思った時に、山田くんがこう話しかけてくださったから、うん、前じゃないけど、山田くんの斜め前に座って。斜め前に座って、はいはいはい、座りやすくなったから、あ、よかったと思って。で、ちょっとこう話させてもらって、うん、俺が構えすぎてて、うん、話すときも結構頭が回らんくなってたっていうのはあって。うん、いや、わかるわかる。そうなのよ。そう。先輩方と喋るとき、で、しかもそれがこう、憧れの先輩とかやったりしても頭回しちゃうようになってね。そう。話されへんかったりするし、その、向かいに座ることができるのって、ジョー君とか、発寸はできるんですよ、絶対。昔だって、おざーすみたいな。そう。うそれができひんから、もう座る位置マジで迷うんだよ。マジで迷う。ケータリング。そう、迷う。どうしようみたいな。そう。なんか裏に座ったら、先輩、あ、なんか喋りたくないんかなみたいな、思われるかなみたいな。もう全部なんか、ネガティブに考えちゃうから。考えすぎるよな。うん。どうでした？いや、もう全然話してない。全然話せてない。話しかけてくれたら話返せるけど、うん、話しかけることはない。いや、もうほんまに陰キャなんやなって思ったライブでした。でもそれだけ楽しかったですけども。楽しかったですね。こちらのライブイベントはですね、5月29日水曜日、そして30日木曜日にも大阪の京セラドームで開催されます。会場にですね、足を運んでくださる皆様、ぜひとも一緒に楽しんでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして、なにわ男子サードアルバム、プラスアルファのリリースがけっていう、この言いやすさもね。そう。いいよねってなって。これどういう意味が込められてるんですか？なんて言うんでしょう。やっぱりこう、まあ僕たちとしてもこうね、うん、何か新しいことに挑戦できないかっていうアルバムというか、うん、今の僕たちらしさにプラスアルファするっていう意味もありますし、うん、アルファっていう意味が多分初めの一歩みたいな。おぉ意味もある？すんごのかな？うん。
なんかいろんな意味があって、はい、なんかその意味を凝縮してこれになりました。タイトル名人やん。すご。いやいやいや。すごいね。だからそういういろんな意味を込めた、そうアルバムになってると、そういうことなんですけども。そうですね。書いてますね。これまでのアルバムで表現してきたきらめきやポップを凝縮したなにわ男子らしい前回のアルバムリード曲アルファをはじめ様々な、ジャンルの楽曲にも挑戦している、はい、ということですけども、今回なんといっても、まあ、リード曲もそうですし、はい、青木さんのね、あの CM ソングにも起用されてるニュークラシックもこう含まれたアルバムになってるんですけど、まあ、初回限定版1はそのアルファとニュークラシックの MV とメイキングが入ってるということなんですけど、はい、今回我々にとって初めての挑戦で言いますと、ユニット曲が、はい、ユニット曲がね、あるんよね。はい。そのユニット曲が、私、西畑と、流星、大西流星による、恋焼け止め、という曲、はい。そして、ミッチーと、ジョー君による、プレシャスワン。はい。そして、京平、ケント、ハスによる、ウルリルラリラリ。そう、これ、これ、ウルリルラリラリ。何これ？ウルリルラリラリ。ウルリルラリラリ。そう、ウルリルラリラリ。難しいね、これ。だからほんまにこの個性が全然違う。まだ皆さんね、聞いてないと思うんですけど、個性全然違うよね。確かにもう三者三様でね、うん、色がすごいあるんで、三組ともね。なんかこういうさ、ユニットってなんかやっぱり一個憧れだったやん。ありました。デビューして、やっぱアルバムこう出していく中でユニット曲があるっていうのは、やっぱりね、先輩方もやってこられたことやし、なんか、いつかできるかなって言ったら今回させていただく機会があって、はい、そしてなんといってもこの3ユニットの、MV が一つずつついてる、はい。そうなんですよ。これはすごい。楽しみで仕方ない。これはもうね、自分たちのやつはさ、どんなんかわかるけどさ、うん、その他の二組のやつがさ、どんなんなのか、まだわからへんから、そうね。それを見るのも楽しみですし、うん、ね、皆さんの反響もどんな感じが返ってくるのかも楽しみですよ。うん、はい。我々もね、流星とやりましたけど、まあ、こう、焼け止めっていう、こう、タイトルをこう見ていただいたら分かると思うけど、もうキュートな曲なんですよ、うん、もうほんまに2024年の可愛いをもうその日に詰め込んでだからもう2024年の西畑の可愛いもう残ってないです。いやいやいや、枯渇してます。いやいや、ライブのために残しといて。それもうないの、もうなくなった。もうその日に込めたから、もうすごいよ。だから楽しみやもん。そうなんや。もう一日中可愛いしてたから楽しみです。ぜひともね、そちらの方も楽しみにしてくださればなと、はい、思います。そして今夜は、ウブラジ放送日時お引越し完了、新コーナースタートスペシャルということで、新しくスタートするコーナーを連発でお送りしたいと思います。はい。我々ですね、メールを呼び込んだ回にはいませんでしたと。はい。あ、だからその、こういうコーナーしますっていう時のメールの時におらんかったから、どんなコーナーなのかすごく楽しみですけども、ね、というわけで今週もウブな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。それではここで一曲参りましょう。あ、なにわ男子でジアンサー。今お乗りのあなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？知りたいけどすぐにはわからないでしょうと大思いの方、実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。車たかしは中古車買い取り店の査定額を一気に比べられる便利なサイト。たった1分、あなたの車の情報を入力すれば、大手買取店から近くの買取店など最大10社の査定額が無料で届きます。比べてみれば一番高く売れるところがすぐわかる。買取店によってなんと平均18万8000円も買取額に差があるんです。車を高く売りたいなら車たかしで検索。トムグラウンの布川です。僕も布川です。キャーキャーキャー。今あなたの脳に直接語りかけています。オールナイトニッポンポッキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜配信です。今日のメンバーは西畑大吾、道枝俊介、なにわ男子のウブラジー。ウブラジ伝言版。なにわ男子の藤原丈一郎です。中尾健太です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、はい、この春から本拠地日本放送では放送時間が土曜の夕方から金曜深夜0時にお引越ししました。よいしょ、お引越しお引越し。お引越しということで、まあ普段このね、深夜0時頃はどんな風に過ごしているのか、ケントどんな風に過ごしてますか？僕はね、サッカーゲームよくやりましたよ、この時間。サッカーゲーム、
よく使うチームとかあるんですか？よく使うチームですか？まあ、はい、僕はそのカスタム型で、選手を組み合わせてやるんですけれども、はいはいはい、まあ、自分で戦術とか決めてやっちゃうのがとても楽しい日々でございます。キーパーとか誰なんですか？キーパーはカシージャス使う。おー、カシージャスいいですね。ブッカンとかではなく、はい、じゃなくてやっぱレアルマドリード大好きなので、レアルマドリードのカシージャスを使ってますね。いいですね。はい、ミッドフィルダーとかは誰ですか？ミッドフィルダーやっぱりモドリッチであったりだとか、ジダンとかも使ってたりしますし、まあ、マケレレも使うし、まあ、いろんな選手使ってますね。オーウェンとかじゃなくて。あ、オーウェンはちょっと違います。違います。え、フォワードとか誰使ってるの？フォワードは左からビニシウス、真ん中がエンバペで、右がですね、サラですね。サラ、モハメド・サラ。ダービッツとかじゃなくて。あ、違います。やっぱ今の選手って聞いてる。ごめんなさい、僕は2000年代前半のあれしか分かんないんで。すいません。あ、ジョー君は？僕はもう寝てます。はい。この時間も寝てます。はい、以上です。以上、藤原ジョー君と、ジョー君でした。尺使いすぎたな。はい、ということでジョー君とケントからの伝言でございました、はい、ということで普段の深夜0時頃はどんな風に過ごしているのか教えてくださいということですけど、何してますか0時頃。なんやろ。あ、でもね、ドラマを見てますね。おお。その最新アプリとかで見るのか、その撮ってたやつを見るのか。撮ってたやつを見てますね。あ、あの4月クールのドラマであったりとか、最近イップスがすごい面白かったです。バカリズムさんと篠原涼子さんのドラマ、金曜のフジテレビのドラマがあるんですけど、ミステリーコメディですごい面白かったですね。へー。はい。僕はそうですね、最近やと、はい、電子書籍にハマって。あ、よう見てるわ。そう。漫画を大人買いしまして、それをめっちゃ読んでる。で、読んでたら、だいたい3時とかになって、3時、4時とかになって、うわ、俺、水曜7時起きやん、みたいな。全然あるんですよ。で、ぐらいずっと読んでる。そうや。最近は何読んでるんですか？ジャンプであったトリコっていう。ああ、トリコ。学生時代も読んでてんけど、あれ、結末あれどんな感じやったっけと思って、もう最初から読み直して、40何巻。今何巻ぐらい？いや、前回読んだ。あ、もう全部？うん。まあ、3日ぐらいで全部読んだ。すげえな。40巻を3日で読む。そうなのよ。だからほんまに、メイク中とかも読んでたし。ああ。だから、そっか。お家帰ってきて、お風呂入って、そっから読み始めて、0時から4時ぐらいまで読んで。うん。だからそれ、今最近それやな。ああ、確かに。ずっと。漫画はちょっとね、読み始めた。チェーンソーマンとかも読んでる。ああ、止まらんな、それは。止まらんのよ。これは。面白くて。ということで、はい、ここからは近況トークのお時間でございます、はい、じゃあ今日はミッチーからお願いします。はい、僕最近一人でね、家でね、まあ久しぶりにまあお酒を飲もうと思って。おお、はい、いいね。晩酌をして、うん、カンカンをね、カンカンって、はい、いいよ、カンカンでいいよ。カンカンをね、うん、買ったんですよ、うん、コンビニで買って。それは種類は何なんですか、カンカンの。レモンサワーとか、ビールとか。アルコール 3% の、ちょっと酔うやつや。ちょい酔いね。うんうん。2個買って、ドラマ見ながら飲んでたわけなんですけども。うん、俺、ほんまに弱いなと思って、お酒、うん。それを2個飲んだだけで眠たくなって寝てしまった。あら。ソファーで寝てしまって。うん。気がついたら朝の5時なわけですよ、うん、そっからベッドに行ったんですけど、うん、ベッドに行くまでの記憶があんまりなくて。そうでしょ。眠たすぎて、あ、朝ね。そうそうそう、寝ぼけてたやな。寝ぼけてて、うん、寝ぼけてて多分、うん、けど2個で、あ、俺眠たくなるんやと思って、うん、改めてお酒の弱さを痛感しました。いいですね。お家で飲んでたら、うん、酔い回るスピード早い。ああ、やっぱ違うんかな。全然違う。あ、そうなんや。多分、外で飲んでる時ってやっぱ帰らないといけないっていう。確かに確かに。やっぱちょっとこう、理性を保たないといけないっていうものがあるから。やけど、お家ってもう寝るだけや。うん、寝るだけ。だから、もう酔っていいって多分、頭的に思っちゃうんやろうね。だから僕も全然酔うスピード早いよ。ああ、そうなんや。うん。っていうのはありましたね。いや、いいですね、はい。久しぶりに。これだって、なかなかミッチーからこのお酒話聞けるのは、うん、レアですよ。レアなのかな。うん、ミッチーは酔っ払ったら漫才し始めるから。まあ、そうですよ。忘年会した時に。何を男子でね。京平と漫才しましたから。ちょっと隣京平いて、京平あんま酔ってないのに、そう、俺酔ってるから、どうもー、みたいな。いや、漫才始まるっていう。そう。めっちゃおもろかったっすけどね。ミッチー漫才すんねや。そう。酔っ払ったらなんか泣いちゃう人とかいらっしゃいますけど、じゃなくて、ミッチーは漫才始めんねやっていう。酔ったら漫才するっていう。そう。まあ、その時のね、
動画もあるから、いつかまあ出せたらいいな。いつかね、そうね。そう、出せたらいいなと思いますけど。5周年の時に出しましょう。ああ、出す。それぐらいレアですよ。はい。ということで、番組はまだまだ続きます。なにわ男子の、うぶらじ、うぶらじ。今日のメンバーは、道枝駿佑、西畑大吾。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ぐわーいけーぐわーいけー冬一泊は冬一泊は。俺たちが何をしているかというと、ホルモーの訓練だ。鬼語を習得することで鬼を操れるようになるというが、本当なんだろうか。阿部くん、今集中しよう。はい。まあいい。これもまた青春だ。ホルモーホルモー。あ、それ練習しなくていいはずです。負けた時言うやつなんで。舞台鴨川ホルモーワンスモア、池袋サンシャイン劇場で4月29日まで公演中。チケットは日本放送イベントホームページから。なにわ男子のうぶらじ。なにわ男子の西畑大吾です。道枝駿佑です。この春から本拠地日本放送での放送日時が金曜深夜0時にお引越しとなったなにわ男子のうぶらじをお送りしております。はい、千葉県カウヒナさん、うん、先日高校2年生最後のクラス会をすることになり、はいはい、お好み焼き屋に行きました。いいね。私は生地に豚肉を混ぜて、うん、焼く友人たちを見て衝撃が走りました。お、豚肉を焼くのが先だと思っていたからです。あ、確かに。なにわ男子の皆さんはお好み焼きの肉は混ぜる派、先に焼く派、どちらですか？うん。あ、それこそ YouTube でね、最近やったね。やりましたね。お好み焼き作ろうっていう企画やりましたけど、確かに大体みんな豚肉先焼いてたな。うん。僕もそのイメージ、後乗せというか。うん、うん。え、どうしてた？俺も確か豚肉さっき焼いてたか、焼いてました、俺も。あ、じゃあ全員多分そうなんかな、関西人は。うん、なの混ぜることはせんな。うん。なんか混ぜたらその火通りにくくなるとかあんのかな？いや、多分あると思うよ。あると思うし、カリカリ感というか、ああ。は、なくなるかもね、水分を含むから。そうね。だから先に焼く派が多いですね、僕たちは。そうね。うん。関西の人はそうなやったりするんかな。かな。もう先に焼く派かな。派やな。うん。はい。先に焼く派です。はい。ということで、ここでですね、新コーナーに参りましょう。まずはこちらです。ツッコミ、なにわ男子。日常のツッコみたくなる出来事や現象を教えてくださいという非常にシンプルなコーナーでございます。ツッコミ気質あふれる関西出身のなにわ男子があなたのメールをご紹介します。はい。しかも二人とも結構ツッコミっぽい、ツッコミとこみたいなところありますから、ね、まあそうですね。はい、行きましょう。ラジオネームムーさん。はい。新学期早々のレクリエーションの定番がフルーツバスケットなのようわからん。わからんな。確かに、なんでフルーツバスケットやねんってなるもん。確かにな。まあでもみんなが知っててみたいなところなんかな。え、レクリエーションって。あった？まず。いや、俺あんまなかった気するけどな。うちもなかったんよね。まあ僕も一緒やからかもしれないけど。なかったけど、やったイメージあんまないですけどね。うん、フルーツバスケットって、どんなんやっけ？なんか、椅子で輪になって、うん、フルーツバスケットって言って、言ったら全員がバーってなんか移動して、うん、なんか一人だけ多分残った人が、何やったっけ、なんかリンゴとか、うん。イチゴとかなんか言うんじゃなかったっけ、わからんけど。あ、違う違う。それじゃないわ。まあなんか、ワイワイできるからなんじゃない？あ、全員楽しめるっていう理由で。そう。なんか、こうやって動きながら、ね、こう会話もできるし、うんうん、しながらなんかワイワイできるから、フルーツバスケットみたいな感じなんかな。でも学生時代僕なかった気するな。その小学校の時も中学校の時もあったんかな。覚えてないな。ドッジボールやってたイメージしかないから、はあ、確かに、うん、レクリエーションっていう時間がなかったかも。あ、でもフルーツバスケットが定番なんや。へー。じゃあ続いて、はい、ラジオネームよこっちさん、うん、春なのにちょっと寒いねーって。
春は寒いねん。嘘やん。そうなん？春って寒いの？春はまあ、暖かいのはじゃあ最近少ないですよね。うん。暖かい日は少なくなって。いや、確かに確かに。やっと今になってカーディガン1枚でいけたりとか、ニット1枚でいけるような気温にはなりましたけど。え、どうなんやろ？僕は逆に春って暖かいイメージなのよ。冬寒くて春暖かい。ああ。じゃあ夏暑い。秋は暖かい。だから冬だけ寒いっていうイメージ。どう？え、俺も春は、あったかい、うん、で夏は暑いでしょ、うん、で秋はまあ多分涼しいとかあるのかな、うん、で冬寒いみたいな感じかな、うん、もうイメージはそうやんけど、だって4月とかなったら普通に暖かくなってきてるイメージだけど、今年のね4月の上旬とか寒かったもん。寒かった寒かった。まだダウン着てる人とかもいたりして、うん、やっぱ寒いもんなんかな、うん、やっぱそこは地域性なんじゃない？ああ、北海道の人とかなんか雪降ってるとか。絶対寒い。東北の人なんか絶対寒いやん。ね。で、東京もやっぱりちょい寒なのよ、東の方やから。確かに確かに。っていうのはやっぱあるんかな？あるんかな。やっとね、最近20度超え始めましたね。やっとよ。やっと。で、この、多分短いやで、これも。すぐ、夏なって、暑なって。そうそうそう、30度とか行くのよ。やだやだ、やだやだ。はい、続きまして。俺らの心の拠り所。キュラ。ねえ、私の足の小指の爪、ちっちゃくない？大体そんなもんや。これはなんかね、わかる気する、わかる気する。小指の、足の小指の爪ってね、小さいんよ。小さいよ。小さいけど、皆さん、え、ちっちゃくないって言うけど。うん、確かに大体そんなもんやわ。どこ気にしてんねんみたいな。うん。で、切った次の日とか、切り方によっても爪の長さ変わってくる。ああ、そう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 。ちょっと、やばい、深爪しすぎたみたいな時って、ほんまに、もう、2ミリぐらいしかない時もある、ね。マジでちっちゃい。うん。確かに確かに。そうそう。これはそうですね。神奈川県、俺らの心の拠り所、ポポちゃん。やばい、めっちゃ笑った。こんなに笑ったの人生初めてかも。嘘つけ。いいよ。間違いない。間違いない。今年1位とかやったらまだね、まだそうなんやと思えるけど、人生で一番もないやろそれはと。なかなかないぞ。人生で一番笑うことは、うん。こんなに笑ったの初めて。わざわざ覚えてないやろ、まあ、笑った度合いなんて。まあまあまあ、言われたら嬉しいけどね。まあね、言われたらね。言われたら嬉しいけど、まあ。人生笑ったら、まあ嘘つけもそうやけど、なんか、嘘つけって言うのやめよう。嬉しいやん、そう言われたらさ。嬉しいけど。嬉しいやんかなあ、うん。続きまして。奈良県ラジオネーム、三角の卵焼きさん。パフェ頼んで一口目あんなに美味しかったのに、最後なんであんなきついねん。わかるわ、ちょっと。わかる。わかりますよ、わかる。最後のね、なんやろ。ムースとかさ、あるやつあるやん。はいはい。あれ結構最後ムースだけ残ったら食べるのしんどくなってくる。確かにね。そう。ジュレとかね、最後。ジュレとか。そう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 。コーンフレークとかなんか、最後、ちょっときついきつい。なんか、うん、最初のなんか一口目ってあんなにうまいのに。そう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 。なんでやろうな。溜まっていくんやろうな。うん。俺らの心の拠り所、ミムミムさん。うん。怒ってる先輩が、なんか言うことないって言ってきたけど。うん。自分から言ってこんかい。なるほどね。なんか言うことないの？すいません。すいません。自分からなんか言おうかいってみたいな。なんか言ってきてくれって、もう逆に怒ってくれみたいな感じなのね。そうすいませんしかないもんな、こっち。まあそうやんな、これから囲碁気をつけますとか。とか。そういうこと多分言ってるではあるやろうからね。けど、なんか言うことない？わからへんわからへんって。うん。なるほどな。確かにな。難しいな、日本語って。まあ、ほんまに難しいし。なんか怒られてる時って分かる。なんか頭の中で突っ込んでるよな。うん。こんな言わなあかんねん。そう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 。思いながらすいません、すいませんっつって。そういうもんですよ、ね。それが人生。来ました。続きまして。島根県、ラジオネーム、コッペピンポンパンさんからいただきました。前の席より後ろの席の方が先生からよく見えてるからね。そんなわけあるかい。確かに。そんなわけはない。あるよね。前の席、ね、の人より後ろの席の方がよく見えてるよと。
なわけないよな。なわけない、なわけない。なわけない。そんなわけない。なんなわけあるかいって思いますけど。はい。前も見てるからな。うん。まあ、でも、我々アイドルは、どの席にいようが一緒ぐらい見えてます。はい。それぐらいの視力を持ってます。前の席より後ろの席の方が見えてるからねって言うことはあんまないけど、うん、後ろの方も見えてるからねっていうことは、そんなわけあるかいとはないですからね、それは。そう。アイドルは。僕らに関してはないですよ。そう。アイドル視力全員 10.5 あるんで。倍やん。はい、僕らの心の拠り所、ヒポさん、うん、悩みですか？なんだろう、強いて言うなら悩みがないのが悩み？すっと言わんかい！おるよな、おるな、悩みがないのが悩みっていう、もうそういう人は悩みがないのが悩み。うん。悩みある。ないですね。でもあんまないかもなーって。うん。でいいのに、まあ悩みがないのが悩みですね。そうそうそう。なんかちょっとひねってくる感じ。確かに確かに。すっと言えやと思うし。何、うん、そ、何その。おもんないギャグ。おもんない言い訳。いやおもんないな、なんその何みたいな思っちゃいますね。皆さんは心をね、大きくいきましょう。はい、続きまして。大阪府ラジオネームまっすぐルッコラさんからいただきました。口喧嘩してて喧嘩相手が指さしてくんなよって言い出した、わしの勝ちや。もうだって大抵さえもんね、指さしてくんなよって言い出した時ってもう言うことないよね。言うことない。おいみたいな、指さしてくんなみたいな言うことないもんな。もうその時点で、もうまっすぐルッコラさんはわしの勝ちやでも、みたいですね。うん、確かに。確かに、確かにそうかも。指さしてくんなよ、もう最終手段やからね。そうそうそう。目に見えてること言ってるだけやから。面白いな。面白いな。はい、まあ、確かにこういうね、皆さんもやっぱり、さまざまなツッコミをこう思いながら生きてるんだなっていうのは思いますけど、うん、面白い。面白いですね。さすが。さすがです。こういうね、メールをどしどし送ってください。はい、よろしくお願いします。引き続きですね、メールはお持ちしております。宛先はこちら。なにわアットマーク 1242.com。なにわアットマーク 1242.com。メールの件名は、ツッコミでお願いします。以上、ツッコミなにわ男子でした。ここで一曲。お聴きいただいたのは、なにわ男子でニュークラシックでした。あなたの愛車、一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は、簡単にわかる方法があるんです。それが、車たかし。たった1分。愛車の情報を入力すれば、最大10社の査定額が届きます。比べれば、一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら、車たかしで検索。オードリーのオールナイトニッポン15周年展公式スマホケース発売中。100種以上のスマホに対応、リトルトゥースおなじみのラスタカラーデザインなど全5種類、東京ドームの余韻をあなたのスマホでお楽しみください。詳しくはオードリーのオールナイトニッポン15周年展のホームページにアクセス。どうもボンテンと言います。姉と妹でやってますオールナイトニッポンポッドキャスト土曜日、4月は私たちボンテンが担当させていただきます。聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします。いやそれだけはやめてよ。ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね。なにわ男子のウラジー、今日のメンバーは西畑大吾、道枝俊介。なにわ男子のウブラジをお送りしております。続いて2つ目の新コーナーに参りましょう。ウブラジメタ会議。世の中のベタを考えることで世間をよく知っていこう、そんなコーナーでございます。メールには〇〇のベタといえばという質問とリスナーさんなりの正解が書かれております。まずは質問部分の下からを、折り曲げた状態で紹介しまして、ベタだと思う回答を発表します。その後にリスナーさんと我々の答え合わせをしていきたいと思います。はい。このコーナーのポイントは、自分的にこれでしょうというものを発表するんじゃなくて、世の中的にベタはこれという回答を発表することでございます。なるほど。だからどれくらい我々がその、世の中の世間の常識を知っているかというものが試されますけど。なるほど、なるほど。まあ、とりあえずやってみましょうか。やってみましょう。青森県、俺らの心の拠り所、タリートキキさん。水族館で一番見たい生き物のベタは？え？ということですけど。じゃあ、
まあ、パッと思いついた。まあ、パッと思いついた。では参りましょう。はい。せーの、いるサメ。あ、イルカやわ。いや、絶対イルカ。うわぁ、今釣れてた、俺。もう海遊館のことしか頭なかったよ。あ、海遊館。ジンベエザメっていう。関西やなぁ。頭しかなかったけど、イルカやん。イルカショーとかもあるし。そうや、絶対イルカやん。これイルカじゃないことある？イルカじゃないこと。まあ、だからサメはだから海遊館もジンベエザメ。あ、この人、青森の方やから。いや。イルカやな。イルカやな。イルカか。いや、自信あるぞ、俺は結構。だから僕は、サメで、ミッチーはイルカでしたけども、これ多分絶対イルカでしょう。イルカショーあるし。大体ドラマとかで、デートのシーンやったらイルカショーやもん。確かにな。大体イルカショーで、濡れちゃったみたいなシーン絶対あるから。確かに。これはイルカです。ということで、リスナーさんの回答をご紹介したいと思います。こちら、たらん！やっぱり私は、イルカが好きです。イルカショーは絶対見たい。成功。やったー。うわー、素晴らしい。もうミッチードンピシャ。イエーイ。サメはドンピシャじゃない。いやいや、海遊館、関西の人はね。まあそうね、ジンベエザメは。まあ確かにイルカやわ。イルカショー、うわ、この何、ちょっとなんか世間とずれてんねんなと思う。いやいや、これからイルカって絶対言おう。それ基準はやめてよ。続いて、うん、俺らの心の拠り所、トロロで育ったトロロ、うん、トロロで育ったトトロ。それ間違うわ、うん、居酒屋さんで絶対に頼むベタなおつまみは、うわ、なんや、つまみか、なんや、世間的にね、世間的に、つまみ一個ある、一個ある、俺もおつまみやもんな。 OK、 いきましょう。せーの、枝豆。おお、これは両者揃いましたね。揃いましたね。いや、枝豆なんじゃない？いや、枝豆よくあるイメージありますけどね。いやし、なんか、ちなみに、あれ、世間的には枝豆かもしれないですけど、我々の考えはね。はい。個人的にはどう？個人的にですか？野原軟骨の唐揚げとか。野原軟骨の唐揚げ？はい。軟骨の唐揚げではなく、野原軟骨。野原軟骨っていうのが、なんかメニューでありましたね。うん。はい。が好きなんや。が好きです、僕は。確かに軟骨の唐揚げとかいいよね。僕はちょっとね、酸っぱいものとか辛いものが食べたくなるから、白菜キムチかちゃんじゃが好きで、白菜キムチやと僕基本的に普段生活する中で野菜食べへんねんけど、うん、こう食べに行った時に白菜キムチ食べてると野菜食べてる感覚になってちょっと嬉しいからちゃんと食べてよ野菜食べなあかんねんけど、うん、それではちょっと発表しましょうか。行きましょうか。こちら、え、明太だし巻き卵。なんでやねん。ベタじゃない。その個人的やんけそれ。思いっきり個人的やん。全体的に個人的やろ。なんやろ、あんま明太だし巻きやるとこ、だし巻き卵やってわかりますよ。明太だし巻き。明太だし巻きは全然違う。なん全然違う。個人的やんそれ。個人的やな。世の中のベタでお願いしますよ。お願いしますよ。だし巻きやったら分かってんけどね。はい、続きまして。福岡県のラジオネーム、ユンさんから。友達が興奮しながら、ちょっとやべえって言ってきた後の、どうでもいいベタ報告といえば何？むずないこれ。むずいってこれ。むずいむずいむずい。ちょっとやべえって言ってきた後の、どうでもいいベタ報告。友達が興奮しながらやもんな。だから、上がってる状態か。そう。やばいやばいじゃんけん。ちょっとやばい、やばい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 みたいな。どっちなんやこれ。どうでもいいベタ報告。ど、え、これ何？何や、むずい、いや、これの、このね、まず、お題がベタじゃないんよ。そうそうそう、正解がお題。全然ベタじゃなくて、どうだ、ベタ報告。何や、あ、はいはい。え、マジで出てきた？オッケー、俺出てきた。待って、どうでもいいベタ報告でしょ？あ、はいはいはい。お、行きました？じゃあ行きましょう。はい、友達が興奮しながら、ちょっとやべえって言ってきた後のどうでもいいベタ報告といえば、せーの、タイソー服忘れた。出たって。じゃあ、リッチが、はい。タイソー服忘れた。なるほどね。なんかもう、体育出られへんし、みたいな。そうそうそう。まあ、借りたらで済むじゃないですか。うん。大悟君。僕はiPhone の新型出たって。どうでもよくはないぞ。おんねん、おんねん。おるけどね。でも大体そういうのってさ、LINE ニュースとかで見てんのよ。ああ、出んねん、新しいのね。その次に、あ、ちやばいやばいやばい。
iPhone の新型出てんて、みたいな。まあ、そのテンション感ではこうね。言ってくる人に限って、機種変せえへんのよ、別に。新型出たよっていうのを報告してくれる子がいるの。じゃあ、ベタ報告見ていきましょう。はい、こちら、ドドン。なんなんやっべえめっちゃ指臭いクソどうでもいいねんけど。どこがベタやん。どこがベタなベタじゃないやん。お願い。お願いねんけど、どこがベタ指が臭いは出てこんぞ。うん、出てこへんし、ベタじゃないんよ。指が臭いっていうこと、一年に一回あるかないかな。なんかそうやで。大体臭くないからな。いや、そっか。で、これがベタなんか、ユンちゃんからすると。じゃあ続いて、ラジオネームギュンさん。うん、回転寿司に行った時の後半に湧き出るベタな思いは？いやいや、最初に食べる回転寿司とかでええやん。そっちの方がベタ言いやすいやん。なんでしたっけ？回転寿司に行った時の後半に湧き出るベタな思い。ベタな思い？何これ？ベタな思い。後半に湧き出てくる感情？感情論か。感情論や。後半に向けてな。そう。感情論やろ、これ。よし、参りますか。よし。はい、行きましょう。せーの。カロリーやばない。まあ、近いか。ミッチーが結構食ったなまあ、そう思うよね。で、結構こう、サラダとか積んでいってたら、うん、結構食ったなと思うし。僕は、あ、これ、カロリーやばない。まあ、意外と、お寿司って高いって言うから。あ、そうなんや。一つ一つが。いや、それでお願いしますよ。じゃあ、行きますか。はい。こちら。さっきも食べたけど、またアジ食いて。なんか、ベタじゃないって。アジがマジ、アジがまずベタじゃないんよ。いや、マグロとかさ。マグロとかやったら分かるよ。マグロまた食べたい。中トロま、ちょっと200円で高いけど、中トロまた食べたいな、みたいな。分かる分かる。それやったらなんか、あ、それベタかもね、と思うけど。アジはベタじゃねえ。アジはベタじゃないねんて。いや、もうアジは美味しい、もちろん。美味しいけど。美味しいけど、アジはベタじゃないのよ、寿司の中で。美味しいけど。美味しいけど、ベタではないよな。え、これ、ツッコミなにわ男子でしたっけ、これ。ほんまや。そっちになってきてる。ツッコミなにわ男子みたいになってますけど。ほんまや。これ、世間的なベタじゃない気がしますけど。個人的なベタやろ、これ。まあまあ、でも。まあ面白い。これが、皆さん的に思う、やっぱ世間的なベタなの。ベタなのかな。それも、やっぱり、ね。こう、リスナーさんのことをやっぱ知っていきたいから。うん、こっちのベタが、だから、このウブラジ的には正解ですからね。ああ、確かに。ウブラジ的に思えばね。これから回転寿司行ったら、ああ、アジもう一回食べたいなと思わないといけない。その義務感みたいな感じ。ということで、メールは以上でございます。はい、面白かったね、これ。面白かったですね。これなんかどんどんちょっとベタ、皆さんのベタ教えてほしいですけど。まあまあ。あれですからね、一応個人的なベタではなくて、そうそう、世間的に思われるベタっていうものをぜひとも教えてくださればなと思います。大体個人的になってたからね。お願いします。ということで引き続きメールをお待ちしております。宛先はこちら。なにわアットマーク 1242.com。なにわアットマーク 1242.com。メールの件名はベタ会議でお願いします。以上、ウブラジベタ会議でした。今日のメンバーは、道枝俊介、西畑大吾、なにわ男子の、ウブラジ。爆笑オンパレード、5月18日土曜、ラインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくは日本放送イベントホームページまで。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。ハオマリコです。怪談デビューからわずか数ヶ月で怪談最強戦四天王、ハオマリコさんのディープなお話を伺っていきます。よろしくお願いします。島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。日本放送ラジオリビングおすすめ、骨まで柔らかい煮魚セット。手軽に骨まで食べられてカルシウムたっぷり。特別増量の32食で税込み4980円。骨まで柔らかい煮魚セット、詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。なにわ男子のウブラジ。なにわ男子のウブラジをお送りしております。埼玉県 OKY、 あ、俺らの心にいるところ。OKY です。なるほどね。OKY。いろんな、あれがあります。ラジオネームの方もいれば、俺らの心の拠り所の人もいるし、OKY の人もいるし。OKY の人もいる。なるほどね。
埼玉県プリンのアラモードさんから、うん、先日お味噌汁の配置にも地域性が出るというとても興味深い記事を見かけたのですが、はいはい、年に数回地域性関連の話題が上がるなにわ男子の皆さんは普段どの位置にお味噌汁を置いていますか、うん、ちなみに私は右下にお味噌汁を配置しています、うん、おーなるほどね。だから並びか。そうやね、白白米があってとかっていう並び。え、あでも僕も同じく右下かも。確かに俺も右下ですよ。なんかあんまり気にしたことないねんけどね、直前の時に並ぶ。うん、まあでもあるよね、なんか一番綺麗に食べれる位置みたいなのはありますね。右下のイメージ。右下のイメージですけどね。うん。右利きやから、左手でこう、お茶碗を持つから、ご飯はやっぱり一番近いところに置いておきたいっていうのがイメージは。確かに確かに、うん。左手で持ちやすいように。うん。だから、どうなんやろ、これ。地域性ってるか。おい、スタッフさん左上。左上。はい、あ、そうね。やっぱ全然違うんや。そうなんや。で、白ご飯が下。で、メイン。メイン。あー、でも確かにな。おかずあったらまた違うか。そうなんや。あ、でもおかず一番上の、一番上のイメージ、俺はね、うん。お茶碗持ってたらスペース空くからさ、うんうん、そこから取るイメージやけど。確かに。まいろんな地域性があっていいですよね。うん。っていう話でございますよ。はい。うちら、YouTube でずっとやってますけど、グッパーの掛け声、一回も会ったことないですからね。そう。グッパー、グッパーって。え、YouTube 一回やってみて。え、グッドパーでグッドパー。もう違うもん。僕は、グッパー、グッパー、グッパーで別れましょう、なんで。わからへん、わからへん。わからへん、わからへん。タイミングが。これなのよ。これなのよ、酒井は。わからへん、酒井。酒井はこれ。角間は違うわ。角間違うんや。角間違うわ、ちょっと。なんか全員違うから、ほんまにグッパーするときマジで合わへんのよね。そうそうそう。まあ面白いですけどね。うん、それもね。それで、ライブの時の、MC でこれちょっと統一しようみたいになって、うん、ちょっと京平考えてよって言って。で、京平が考えたのが、何は男子は何が好きっていう。全くグッパーも入ってない掛け声やった。ただのじゃんけん。ただのじゃんけん。はい、そんな感じでございましたね、はい。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。ここで一曲、今夜のラストナンバー、ストーンズさんで二人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。エンディングでーす。番組ではあなたからのメールを募集中です。宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわのスペルは NANIWA でございます。はい、ここで僕たちからのお知らせです。まあね、先ほども言わせていただきましたけども、2024年6月12日になにわ男子のニューアルバム、プラスアルファが発売となります。はい、まあ、ちょっと先にはなりますけども、うん、今我々の YouTube の中でこのアルバムに収録されているニュークラシックという曲が MV で公開されておりますので、はい、そちらの方もぜひともご覧になっていただければいいなと思うんですけども、ほんまに詳しくは詳細見てください。はい、詳細にもう全部バゴン書かれてるし、はい、我々の魅力をプラスアルファしてくれるようなアルバムになっていると思いますので、はい、ぜひとも楽しみに待っていてくださればいいなと思います。思います。はい、はい、どうでした今回。楽しかったですよ、うん、新コーナー2つやりましたね、うん、ベタ会議と、ツッコミなんじゃないし、まあどっちもツッコミみたいなもんでしたけど、どっちもなんかどっちもツッコんでたな、うん、なんかなんやろ、でどうしてもツッコミになってしまうのかな。そ、まあそうね、そのリスナーの人もさ、うん、ボケたがるから。そうね、楽しそうですね。いいよね、うん、皆さんの脳内をちょっと見てみたいもん、うん、どういう時にそのお便りが思いついて、どういう時にこう出そうと思ってるのかなっていうのがすごい気になりますけども、うん、なんかこのちょっと新コーナー2つはこれからも多分すごく楽しいものになると思いますので、うん、どしどしねお便りの方よろしくお願いいたします、はい、ということでなにわ男子のウブラジ、今回もお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は西畑大吾と道枝俊介でした。バイバーイ。
これから回転寿司行ったら、ああ、アジもう一回食べたいなと思わないといけない。そんな義務感みたいな感じ。ということで、メールは以上でございます。はい、面白かったね、これ。面白かったですね。これなんかどんどんちょっとベタ、皆さんのベタ教えてほしいですけど。まあまあ、あれですからね、一応個人的なベタではなくて、世間的に思われるベタっていうものをぜひとも教えてくださればなと思います。大体個人的になってたからね。お願いします。ということで、引き続きメールを。お待ちしております。宛先はこちら、なにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com。 メールの件名はベタ会議でお願いします。以上、ウブラジベタ会議でした。今日のメンバーは道枝俊介、西畑大吾、なにわ男子のウブラジ。爆笑オンパレード、5月18日土曜、ラインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくは日本放送イベントホームページまで。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。ハオマリコです。怪談デビューからわずか数ヶ月で怪談最強戦四天王、ハオマリコさんのディープなお話を伺っていきます。よろしくお願いします。島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。日本放送ラジオリビングおすすめ、骨まで柔らかい煮魚セット。手軽に骨まで食べられてカルシウムたっぷり。特別増量の32食で税込み4980円。骨まで柔らかい煮魚セット、詳しくは日本放送ラジオリビングで検索してください。なにわ男子のウブラジ。なにわ男子のウブラジをお送りしております。埼玉県 OKY、 あ、俺らの心にいるところってことか。そうそうそう、 OKY です。なるほどね。 OKY、 いろんなあれがあります。ラジオネームの方もいれば、俺らの心のよりどころの人もいるし、 OKY の人もいる。 OKY の人もなるほどね。埼玉県プリンのアラモードさんから、うん、先日お味噌汁の配置にも地域性が出るというとても興味深い記事を見かけたのですが、はいはい、年に数回地域性関連の話題が上がるなにわ男子の皆さんは普段どの位置にお味噌汁を置いていますか、うん、ちなみに私は右下にお味噌汁を配置しています、うん、おー、なるほどね。だから並びか。そうやね、白白米があってとかっていう並び。え、あ、でも僕も同じく右下かも。確かに俺も右下ですよ。なんかあんまり気にしたことないんだけどね、直前の時に並ぶ。うん、まあ、でもあるよね、なんか一番綺麗に食べれる位置みたいなのは。ありますね。右下のイメージ。右下のイメージですけどね。うん。右利きやから、左手でこう、お茶碗を持つから、ご飯はやっぱり一番近いところに置いておきたいっていうのがイメージはある。確かに確かに、うん。左手で持ちやすいように。うん。だから、どうなんやろ、これ。人生ってのか。おい、
スタッフさん左上。左上。はい、あ、そうね。やっぱ全然違うんや。そうなんや。で、白ご飯が下。で、メイン。メイン。あー、でも確かにな。あー。おかずあったらまた違うか。そうなんや。あ、でもおかず一番上の、一番上のイメージ、俺はね。お茶碗持ってたらスペース空くからさ、うんうん、そこから取るイメージだけど。確かに。まあ、ま、いろんな地域性があっていいですよね。うん。っていう話でございますよ。はい。うちら、YouTube でずっとやってますけど、グッパーの掛け声、一回も会ったことないですからね。そう。グッパー、グッパーって。え、YouTube 一回やってみて。え、グッドパーでグッドパー。もう違うな。僕は、グッパーグッパーグッパーで別れましょう、なんで。わからへん、わからへん。わからへん、わからタイミングが。これなのよ。これなのよ、酒井は。わからへん、酒井。酒井はこれ。角間は違うわ。角間違うんや。角間違うわ、ちょっと。なんか全員違うから、ほんまにグッパーするときマジで合わへんのよね。そうそうそう。まあ面白いですけどね。うん、地域性もね。それで、ライブの時の、MC でこれちょっと統一しようみたいになって、うん、ちょっと京平考えてよって言って、で京平が考えたのが、何は男子は何が好きっていう全くグッパーも入ってない掛け声やった。ただのじゃんけん。ただのじゃんけん。はい、そんな感じでございましたね、はい、今夜もたくさんのお便りありがとうございました。ここで一曲、今夜のラストナンバー、ストーンズさんで二人。